37セカンズは2020年2月7日に公開された日米合作映画監督の光の長編デビュー作主演は加山明が務めた出生時に37秒間呼吸が止まったことで脳性麻痺となった女性が母親の過剰な干渉に悩みながらも一人の人間として成長していく過程を描く第69回ベルリン国際映画祭 パノラマ部門の観客賞及び国際アートシアター連名賞受賞作。カンタリングと題し、サンダンスインスティチュート NHK 賞の2016から 2017NHK 推薦作品に選出された脚本の NHK との国際共同制作による映像化。ネットフリックスにて2020年4月17日から配信開始、日本以外の国でもネットフリックスにより、 配信予定である。また、劇場公開版と異なる視点から、テレビドラマ版が制作され、国際共同制作、バリバラドラマとして、NHKBS プレミアムで2019年12月5日に放送された。2021年6月、光が本作の監督を評価され、第30回日本映画プロフェッショナル、大賞新人監督賞。ゆまが生まれてくるとき、 37秒間息ができなかったことで彼女は脳性麻痺になった。移動には車椅子が必要。入浴など生活するには母親が必須。しかし母親の愛が23歳の彼女には鬱陶しく思えてきた。ユマは漫画家としてプロとして活動するが名前は表に出しておらず、現実は人気漫画家、さやかのゴーストライター泊まりであった。 劇場公開版と異なる視点により制作され、国際共同制作、バリバラドラマとして、NHKBS プレミアムで2019年12月5日の23時45分から12月6日の0時59分に放送された。テレビドラマ用の再編集にあたり、映画版とは異なるストーリーが織り込まれ、全く異なったエンディングが採用されている。 NHKE テレにて2020年1月4日の15時から16時29分に、また NHKBS プレミアムにて、同年2月1日の0時26分から1時55分、NHKBS4K にて、同日19時30分から20時59分に、再放送された。ありがとうございます。